私はソラ、受験勉強に励む高校3年生。またモナダイ C 判定だ。あれあれ、およや、今 C って文字が見えたけど気のせいかな。何を勝手に見ないで。こいつはテス、同じモナダイ志望のクラスメイト。今モナダイ C 判定ってやばいんじゃないの。遊んでばっかのくせにモナダイ行こうなんて無理無理。見たわけ、私が遊んでたところを。自分の成績を鼻にかけ、ことあるごとにクラスメイトに闇を言うのだ。おまけに俺は選ばれし人間なんだ。お前ら庶民と違って理事長の関係者だからな。こんなことばっかり言っているのでクラスでは完全に浮いている。関係者って推しポイント酔わない。はぁ、いちいち闇言ってくるんだもんな。あれ、今日カラオケ行かないの。無理、予定ある。あんた来ないとつまんない。ねえ行こうよ。うっせぇ陽キャどもだ。俺の勉強の邪魔するんじゃねえよ。なんか睨まれてるんだけど。ほっとけって何もしてこないっしょ。くそ、俺の方が偉いってことわかんないバカなんだな。お前らなんか進学も就職も失敗して俺にこき使われる将来しかねえんだ。オルフィー、うどんお待ち。わさびたちどこいんだろう。へえ、ほう、なるほどな。うわっ、やー、冷めてー。おい、大丈夫かよ。うわ、鉄うどんまみれちゃん、全身で食うタイプ。てめえ、制服汚れたじゃねえか。てか、あんたの方がぶつかったっしょ。そうだよ、食堂で参考書を見ながら歩くなんて。こいつら俺を舐めやがって。おい、バカギャル、もうこの制服着れねえから弁償しろ。クリーニングで取れるだろ。いいよ、弁償だ。上着もシャツも上履きも全部弁償してもらう。ちょっと鉄、落ち着きなよ。黙ってろ、俺より成績低いくせに。いや、関係ないし。1週間以内に全額払え。払わないなら理事長に頼んでお前を退学にしてやる。はぁ、やってみろよ。なんだと。食堂のカメラ見りゃあんたの不注意ってことすぐわかるけど、それより私のうどん弁償してくんない。だせこの日から鉄は食堂の剣を何度も蒸し返すようになった。おい、制服代までもらってねえぞ。払わねえっつってんだろ。うわ、人の制服汚しておいて知らん顔ですか。今着れてるだろ、もう一着欲しいのかよ。やっぱギャルって非常識なんだな。中身がヤバいからアホみたいな外見になるんだな。鉄やめなって。いちいち邪魔すんな。あんまうるせえとお前にも請求するぞ。できるわけないでしょ、そんなこと。どいつもこいつも俺をこれ以上怒らせたらどうなるかわかんないんだな。成績優秀で理事長の関係者の息子の俺を舐めるんじゃねえ。ねえ、今日水変えた。うん、変えたよ。くるみ先生がくれたお花綺麗だよね。先生の赤ちゃん無事に生まれるといいね。翌日。ああ、誰がこんなこと。ひどい、花瓶もくるみ先生がくれたのに。これ誰か倒しただろう。じゃないとこんな倒れ方しないよ。わざと割られたってこと。なんで。なあお前さ、さっきの移動教室保健室いたよね。はあ、その間何してたのかな。何が言いたいんだよ。正直に言った方がいいんじゃない。自分がやりましたって。はあ、あんた見たわけ現場を。なんでそんな必死にかばうのかな。もしかして二人は共犯。何言ってんのよ。否定しないってことは犯人ってことでいいんですね。違うし。やめな、ソラ。たくも、くるみ先生の花瓶割られたんだって。あのギャルが倒したらしいぜ。カッとなってやったとか。ソラをかばってるって説も。本当なら闇深。しょうもない噂が広まってしまった。内心に響くかもね。クラスで大事にしてる花瓶を割ったなんてモナ大の人が聞いたらどう思うかな。事実じゃないし、そんなの内心には。理事長の力を使えば簡単だろうな。嘘。でも、集中できない。もうすぐテストなのに。あんなのが同じ大学志望って考えるだけでストレス。受験までずっとこんな日が続くの。翌日。うわ、なにこれ。制服汚してどうする。誰よこんなこと。しょうがないんじゃないの。鉄がやったのね。どこに証拠があんだよ。その白い粉は何よ。小麦粉だよ。
鉄、あんたこんなこともうやめな。そういうのは俺より成績良くなってから言わないと。成績は関係ないでしょ。あるだろ。俺はお前より頭がいい、成績もいい。俺のような人間にお前らみたいな下地人が立てつくことが間違ってんだよ。わかったらこれから俺に逆らうなよ。ダメだこいつ、もうどうにもならない。ねえ、あんたより成績いい人なら逆らっても文句ないわけ？は？何が言いたいんだよ。あんたより成績が良ければあんたより上ってそう言いたいんでしょ。お前大丈夫？そんなやついないし。もしいたら靴舐めて土下座してやるよ。お前みたいなバカなギャルには無理だろうけどね。あ、そうだ、次のテストで俺より成績良かったらお前の言う通りにしてやろうか。次のテストって2週間後じゃん。その勝負乗ってやるよ。はぁ、何言ってんだお前、正気か。な、頭悪い見た目して勝てるわけねえだろ。怖いんだ。怖くねえ。じゃあ決まり、私の方が成績が良かったら金輪際私に変な言いがかりつけないこと。なんだこいつの自信は。バカだから勝ち負けが予測できないのか。そうなのだ。ソラとお前の成績が俺より良かったら言うこと聞いてやるよ。ただし俺の方が成績良ければ一生俺の下僕になってもらう。いいな。いいよ。やったーい。言ったな、覚悟しとけよ。ちょっと、あんな約束してどうするの。ソラ今日時間ある？放課後自習室に来て。え、うん、放課後。これは私の自学ノート、全教科分好きなの見ていいよ。わかりやすい。読むだけで頭にスラスラ入ってくる。何これ、塾でまとめたの？それとも家庭教師とか？うんうん、独学。え、私さ、中学の時ガリ勉だったんだよね。高校入ったらギャルがマジ楽しくなって、でも勉強も好きってわけ。こんなわさびとか他のやつらに言うなよ、笑われっから。そんなすごいことなのに。いいの、ギャルやるのに余計なことだから。でも鉄だけはあのままにしとけね。今日から今度のテストの傾向徹底的にまとめる。だからあんたも一緒に鉄との勝負戦ってくれるよね。正直こんな勝負何の意味もねえけどさ、ムカつくじゃん。私このクラス大好きなのに、あんなのに台無しにされたくねえの。笑うなよ。ごめん、なんかすごくいいなって思って。やめろ。でもその通りだね。私も頑張るよ。ああ、それからギャルと私の猛勉強が始まった。こんなに簡単に解けた。じゃあ多分この問題も解けると思うよ。わー、わかる、すごい。この人本当の頭がいい人だ。勉強が楽しい。一方鉄はあいつらを徹底的にボコボコにして二度と俺に偉そうな口聞けなくしてやる。俺より下の人間は黙らせるんだ。テスト終了。三日徹夜しただけあって完璧だぜ。ソラどうだった？すごいよ、一緒に勉強したこと全部思い出せた。よかった、採点楽しみだね。ねえ、バカがぬか喜び知ってる。そして徐々に答案が返却されてゆき、ソラさん98点。おお、何？うまくできたと思ったけどここまでとは。私も97点。やったね。なんだと？その後もよし、よっしゃ。いやー、裏面見逃してた。結構私たちは総合点数で圧倒的に鉄を上回った。そんな、バカな。分かったらもう変なことすんなよ。あと花瓶割ったのやっぱ鉄だったんだね。隣のクラスの子が見てたらしいよ。え、あの時確かに誰も。うせーな、やっぱあんただったのね。てめえ、よくも。じゃ、カンニングだ。はあ、お前みたいなバカギャルとソラが俺より成績いいわけね。二人でカンニングしたんだ。何言ってんだお前、どこ行くのよ。紹介室、カクカクシカジカでカンニングなんです。許せませんよね。ああ、ソラさんとあの子か。今回は珍しく本気出してましたね。何の話です？あの子入試の時首席合格だったんだよ。首席。うず、先生たち騙されてます。入試でもカンニングしたに決まって。てつくん、君は確かに成績優秀だ。え、何よ急に本当のこと。
でも君は協調性が著しく欠けている。最近のクラスでの君の行動について話を聞こうと思っていたんだ。君には勉強以外のことをじっくり教えないといけないね。先生待って、俺は理事長の関係者の息子の。君のご実家が理事長の家に牛乳届けてるだけだろ。でも関係者は関係者。なさい。なんで。たっぷりお気を据えられた鉄はすっかりおとなしくなった。お花は無事でよかった。元気いっぱい喋った。頭いいのになんで隠してたのよ。だからあれは偶然で、もうその話やめろって。ああ、もうそらバイト行こう。え、なんで私。こいつらうっせえから。はいはい。うわ、びっくりした。手つこ、なんだよ。ぶつかっただけだろ。はあ、あのさ、なんだよ、俺を見下して楽しいか。ああそうだよ、俺は負け組だよ。ごめんなさいでいいんだよ。こういう時は上とか下とか誰も思ってねえっての。行こそら。うん、じゃあね鉄。うん、彼はこれから勉強以外の勉強をしていくのだろう。俺は柳、モナコに通う男子高校生だ。一緒にいるのは同級生のコウジとゲン。ペンギン増えた増えた増えた。到底ペンギンまでが遠いんだよな。俺も課金して潜水艦買おうかな。二人とも面白くていいやつで、だいたい三人でつるんでいる。ついに隣町でも餅が出たってよ。マジかよ、もう鏡開き終わって何日だったんだよ。まあもうすぐシーズンオフだし、頑張って生き延びようぜ。ただしゲンはよく。いや最悪。どうした？間違えて妹のペン持ってきてた。ブスのペンとか触りたくねえ。ブスキンが映る。またそんなこと言ってんのか。いや、うちの妹マジでひってえブスなんだよ。お前らも見たら即答する。こうやって妹の愚痴を言っていた。しかし俺は気づいていた。ケンのこれはちょっと悪い俺アピールなのだ。万引き自慢するヤンキーと一緒のあれだ。後々若気の至りだったと後悔するやつ。いやマジで写真があったら見せてやりたいくらいで。え、写真。いや、あいつの写真とか持ってねえし。ちょっと遅れた中二病って感じかな。よく喋んな。ズゾゾ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 。とにかくゲンは同じクラスの空に気があるらしく、空の前でよくこの謎アピールをしていた。女子はちょっと悪くて冷たい男の方が好きってのを信じてやってるんだろう。ああ、毎日妹と同じ家にいるのマジきつい。やれやれ。チラチラ。はいはい。そんなある日、クラスの何人かで放課後にモナバーガーへ行くことになった。 D 組の下目が持ち見かけだって。ついにこの街にも進行してきたか。分裂スピード半端ないらしいからな。メンツの中に空もいて、ゲンは明らかにそわそわしていた。なんだゲン。妹がいる。え、どこどこ。膝中の制服、あの子か。かわいい。え、あの子が妹。普通にかわいいじゃん。ガタッ。ゲン、どうした。おい、かすみ。え、お兄ちゃん。ブスの分際で買い食いなんてしてんじゃねえや。え、いきなり。お前みたいなブスがいたら、せっかくの飯がまずくなるだろうが。周りの迷惑考えろよ。いや、お前が迷惑だろ。でかい声出すな。おいおい、ゲン、なんだいきなり。そうだぞ。え、なになに。違う、空が俺に注目してる。お兄ちゃん、どうしたの。いつもはそんなこと言わな。うるせえブス。バチャ。ちょ、おいゲン、やめろ。何やってんだ。キャー。あ、大丈夫。ほら、これで拭いて。部活用のジャージあるから使うか。今日は使ってないから。あ、はい。ゲン、あんた自分の妹になってことすんのよ。え、あ、いや、あ、別にこれくらいのこと家では普通にやってるし。はぁ、あ、はぁ、あ、あんたね。このせいだから言わせてもらうけど、あんたのその妹に冷たい俺アピール、思いっきし滑ってるからね。え、アピ、え、違う、何って。ストレートに言った。いつもいつもでかい声で妹詐欺して、俺ちょっと悪いアピールしてっけど、身内のしかも女の子を悪く言うとか、女子からしたら普通に印象最悪だから。ガン。そうなの。そらそうだろ、当たり前でしょ。身内の女子を大事にしないイコール彼女や奥さんも大事にしないってことじゃん。そんな見えてる地雷踏みに行くバカがいるかっつーの。分かったらさっさと12秒卒業しろ。妹にも謝れ。はい。こうしてゲンはクラスメイトと客の前で黒歴史レベルの恥をかいたのだった。かすみ、ごめん。お兄ちゃん、大丈夫だよ。お兄ちゃん、いつも私のこと可愛い可愛いって言ってくれてるのに、急にあんなこと言うから、ああ、またなんか発症したんだなって分かってたから。とどめ。何よ、ちゃんと立派なシスコンじゃない。その方がよっぽどマシよ。シスコンではない。いやいや、ゲンはシスコンだろ。生徒手帳に妹の写真入れてんじゃん。前にチラッと見えた。ガー。もうやめてやれよ。その後、帰宅したゲンは両親にこーっ
ってり絞られたそうだ。かすみの制服、これどういうこと？はぁ、ジュースぶっかけた？どういうことか詳細に説明してもらおうか。いや、その、アピールを間違えて。以来、ゲンの痛いアピールはなくなった。あ？あれ、ゲンとソラダは何してんだ？伝説の木のとこにいる。どれどれ？あ！そりゃそうだ。どんまい。異性へのアピールは計画的に。私はソラ、地元の学生服専門店で働いている。いらっしゃいまし。こんにちは。スカートを直しお願いできますか？こちらのスカートですね。どのようにお直しご希望ですか？丈を少し短くしていただけますか？かしこまりました。そんなに短くしないでいいって言ったんですけどね。2年生になるからって聞かなくて。ママだって昔めっちゃギャルだったじゃん。ずるいよ。スカート超短くてガングロだったんでしょ。学校だってサボってたの知ってるんだから。昔のプリクラ見たことあるもん。ここら何言ってんのよ。だって本当じゃん。すみません、それでは15センチほど短く直してもらえますか？大丈夫よ。お姉ちゃんも昔はスカートかなり短くしてたから。私の時はコンソでしたけど、お母さんの時はルーツソックスだったんですかね。そうですね。お恥ずかしい。今またルーツソックス流行ってるんだよ。そうなんだ。流行りは繰り返すのね。あとは何が流行ってるの？あとはね、お客様と触れ合う仕事は楽しかった。私の勤めるモナリザ学生服は地域に根付いて50年、近隣200校余りの学校とのやり取りをする老舗であり、ソラちゃん1年で随分身長伸びたんじゃない？そうなんです。部活始めたからかな。何部なの？囲碁サッカー部。そういえばお父さんは元気にしてる？実はおばさん同級生なのよ。そうなの？近所に住む私や母も父も学生時代はよくお世話になった思い入れのある店であった。そんな店で働き始めて10年。ありがとうございました。今年も繁忙期に差し掛かろうとしていたある日。社長大丈夫ですか？ソラちゃん救急車呼んで。はい。社長が突然倒れ帰らぬ人となった。ということで、今日から俺が社長になります。先代の息子のエンジです。みんなよろしく。なんだか先代とだいぶ雰囲気違いますね。長いこと海外に行ってたみたいよ。大学も向こうを出たようだし、やり手な感じはするわさよね。あの子昔はうちでバイトしてたこともあったんだけど、直しもやらせたら綺麗にできるし、腕は確かよ。さすが跡取りよね。しかし繁忙期に突然代替わりなんて大変ですね。鉄社長。そうよね。こんな時こそ現場の人間がしっかりしなきゃ。みんなでエンジ君を支えましょう。はい。そんな感じでみんな若社長を温かい目で見守っていたのだが。みんな集まれ、会議を始める。突然会議なんて何なんでしょう。繁忙期にも入るし、そのことについての話し合いじゃない？なるほど。よし、みんな集まったか。それでは新規事業の会議を始める。ここ数年のうちの業績を確認した。いくら地域で独占的に商売ができているといえど、売上は緩やかに減少している。今後少子化がますます進み、売上減少が加速するのは致命だ。いいかよく聞け、先代の親父と俺はやり方が違う。正直俺から言わせたら、親父のやり方は殿様商売。あぐらをかいていたのは間違いない。地域に根ざすのは大いに結構だが、今こそもっと外のマーケットにも目を向けるべきではないのか。新規事業の提案1人10案来週までに作ってくるように。以上、会議終わり。加算超一方的。社長、おっしゃっていることはごもっともかと思うのですが、これから来春入学の受注が本格的になって、うちも1年で一番忙しい時期に入りますし、今はとりあえず通常業務の対応の方に目を向けるべきかと。新規事業とかそういったものはせめて繁忙期過ぎてからにしませんか？そんなものは言い訳だ。時間がないなら作り出す。そんな簡単なこともわからないのか？いや、でも俺だって手が空いた時は現場に出る。それでいいだろ。はあ。他に質問ないな。じゃあ解散。こんな慌ただしい時期に企画なんて。なんなんだあの指パッチ。それから忙しい中、私たちは夜遅くまで企画制作に取り掛かることに。全然思いつかない。こんなクソ忙しい時期に10案なんて無理よ。翌週。全然ダメ、一つも良くない。全員やり直し。はあ、しょうがねえな。特別に期間を延ばしてやるよ。1ヶ月やる。来月までに1人30案作ってこい。増えてるやんけ。
そしたら社長もなんか案を考えてくださいよ。そうだそうだ、もちろん考えてあるに決まってるだろ。題して大人の学生服だ。あんだけ偉そうに言ってて自分はそれ微妙。てか学生服の領域出てないじゃん。とりあえず俺はこれを進めていく。じゃあ今日は解散。あすみ、お前はこの後ちょっと俺に付き合え。え、はい。もうなんなのあの社長、ワンマンなのは同じだけど先代の方が全然マシだったわ。100倍マシですよ。もちろんみんなの不満はどんどん溜まっていった。あれ、なんか今年はおかしいわね。学生服の注文が少ない。去年に比べて学生の数が極端に減っているわけでもなさそうだし、というか全体的に遅れてる。なんでですかね。注文入ってないけど工場には多めに発注しておいた方がいいかしら。ダメだ。え、注文が来てないならほっとけ。うちの責任じゃないんだから無駄な在庫抱えてどうするんだよ。でも直前で注文入ったらどうするんですか。そうですよ、足りなくなるよりいいかと思いますけど。これだから経営の素人は。そうなったらそうなったで工場に無理言えばいいだろ。長い付き合いなんだからうちの要望なら向こうも必死になるだろ。いやでも、口答えしないで黙って俺の言うこと聞いてればいいんだよ。何かあったら俺の責任にすればいいだろ。はい、わかりました。そしてそれ以外でも。ちょっとこれどういうこと。こんなに短くしてって頼んだ覚えないんですけど。10センチ裾上げですよね。指定通りかと思うんですが違いました。そんなわけないわよ。膝丈だったのがこんなに短いのよ。こんなの学校着ていけないよ。すみません、確認します。担当者エンジさん。ちょっとエンジさん、これ指定通り素上げしました。ああ、アレンジしたよ、ちょっと短く。はあ、なんでそんな勝手なこと。最近の女子高生のスカート長えんだもん。やっぱ女は足見せてなんぼっしょ。おめえの好みにアレンジすんな。私この春終わったらこの仕事辞めようかしら。くるみさん辞めないでくださいよ。でも私も。みんな我慢の限界が来ていた頃、事件は起こる。3月に入ってからどんどん新規の注文入ってきてます。ギャー、ほら言った通りやっぱり来たじゃない。とりあえず工場に発注かけないと。もしもし、モナリザ洋服店のくるみです。いつもお世話になっております。昨日発注した件なんですが追加で。え、インフルエンザが流行ってて工場に人がいなくて生産が遅れてる。そこをなんとか。はい、お願いします。インフルエンザ、まずいわさよ、このままだと。その後、手元に制服が届かないと制服を注文した保護者や生徒たちの不満の声が SNS に上がるようになり。まだ制服届かない。私服で入学式とかやだよ。不安で眠れない。しばらくお待ちくださいね。テンパリ、どうなってんの。明後日入学式なのにいつ届くの。ただいま確認します。状況によっては入学式前日の深夜に。前日の深夜、舐めてるのか。社長出せ。ガチャ。たくさんの保護者たちから催促やクレームの電話や訪問が来るようになった。もう無理、限界。何日寝れてないの私たち。わさ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 。わさびさんが人間の言葉忘れてる。まさに地獄絵図。社長、私たちもう限界です。絶対に全員分なんて間に合わないから。謝罪会見でも何でもして責任取ってください。取ってください。わさわさわさ。ここまで来てしまったらしょうがない。謝罪会見か、いい案だ。よし、くるみさん、あなたにお願いをしよう。はぁ、何を言ってんですか。社長、あなたご自身で責任取るって豪語されてましたよね。しょうがないだろ、俺インフルエンザかかったんだから。高熱出てんだよ。嘘つき。大勢の場に出てって移したら大問題だろ。まあ、とりあえず謝罪の文章だけ書くからか。くるみさんやっといて、お料理会社長いでしょ。はぁ、社長、そんなこと言ってていいんですか。私面白い映像持ってるんですよ。最近大人の学生服に付き合えていろいろと着せてくれてましたよね、制服。ほら、ここでいいから次のに着替えろよ。嫌です。はぁ、お前誰にくっつきいてんだよ。さっさと脱げよ。この映像が世間に流れてもいいですか。お前隠し撮りしてたのか。はい、こんなことされて黙って
うか迷ってましたけど、正直こんないいタイミングで使いどころがあるとは思いませんでした。会見してもらえますよね。俺の指示ミスが全ての原因ってカメラの前でいてもらえますよね、社長。はい。こうしてこの度は生徒保護者の皆様に多大なるご迷惑をおかけしまして、誠に申し訳ありませんでした。全ては私の言うて、あ、じゃ社長である私だけの責任でございます。なんだよその格好、スーツぐらい着ろよ。やめとくか。ボロカスの会見は終わった。今回の件で嫌気がさした社員たちはアディオース。店をアディオス。信用を失った店は待ってくれよ。その後どうなってるか知らね。そして私たちは、いやー、なんか今年からすごく忙しくなってね。モナリザさんのおかげで来てもらって助かるよ。みんな手も早いし。それは良かったです。です。競合他社である他の学生服屋に就職したのだった。ちゃんちゃん。もうかすみも最近藤君といい感じなんじゃなかったっけ。そういうわけじゃ。それよりくるみは最近柳くんとどう？この間映画に誘われちゃった。いいの？なによ、どいつもこいつもこの美少女を差し置いて。でも、コーチなんて運動ができるだけで子供っぽいし、無事っていつも本ばっか読んでて暗いし、柳ってなんか地味じゃない？その程度のレベルの男で満足してていいの？私はやっぱりこの学校程度の男じゃ満足できないっていうか。行きましょう二人とも。まったく、彼氏が欲しいなら素直にそう言えばいいのに。ごめんね二人とも、昔はあんな感じじゃなかったし、悪い子じゃないんだけど。ソラちゃんが謝ることじゃないよ。だって彼氏がいるのがそんなに偉いのかよ。あれはコージ？合コンなんて聞いてないよ。ただのカラオケだって言ったじゃないか。いいじゃねえか、人数足りねえんだよ。でも俺にはソラが。頼むよ、俺たちに彼女ができるかもしれないチャンスなんだよ。協力してくれよコージ。友達だろ。分かったよ、ついていくだけだからな。サンキューコージ。ごまだれ、浮気の証拠写真ゲット。ソラのやつ私に見せつけるのが悪いのよ。さてどうやってソラに見せてやるのが面白いかしら。そうだ、暴露系 YouTuber ワーサーチャンネルみたいな感じでネットで暴露してやる。でも動画はちょっと大変だしな。ソーラー、私モナッターで面白いアカウント見つけちゃった。面白いアカウント？でも私スマホ持ってないからな。大丈夫よ、私が見せてあげる。2年3組の黄色い系、彼女がいるくせに合コンで女あさり。何これ。やだ、コーチのことも書かれてる。クールは怖い。ソラ大丈夫？コージー。ソラ、コージー、これどういうこと？なにそれ、なにこのアカウント。違うんだよソラ、その時はゲンとテズに頼まれて無理やり。じゃあ本当に合コンに行ったんだ。行ったけど、それはひどいよコージー。こんなの裏切られたのと同じだよ。だから俺だって行きたくて行ったわけじゃ。言い訳ばっかり、もう知らねえ。ソラちゃんと話を聞いてよ。ブブ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 。あー気持ちいい。そうよ、一番可愛い私に彼氏がいないんだから。みんな彼氏がいなくて当然なのよ。この調子でどんどん暴露してやるわよ。これかすみさんが？あんまり上手じゃないけど。映画面白かったね。ラストのタコゲームでドキドキしちゃった。オラーリア充爆発砲じゃん、いけー。何よこれ、嘘ばっかり。ひどい。あ、柳、宇治くん行こう。柳、宇治くん。あははは、ねえ見た？かすみとくるみ振られちゃったみたい。かわいそう。ちょっとクロハ、そんな風に人の服を笑うのは良くないって。くるみとかすみがかわいそうだよ。前はそんなこと言わなかったじゃない。どうしちゃったのよクロハ。何ようるさいわね、あんた私のお母さん。私はソラ。なあ今の聞いたかや。クロハって顔は可愛いんだけどな、性格がな。言えてる。はあ、何よあいつら、いい子ちゃんだってムカつく。
のはマジじゃん。え、嘘、俺嫌われてる？おい、まさかこのアカウントの中身お前じゃないだろうな。ほんのわけないだろ、俺のことも書かれてんだぞ。そんなのカモフラージュかもしれないだろ。それからはみんなモナリザ高校の闇の運営者を探して疑心暗鬼になり、学校内はどんどんギスギスしていった。どうしよう、あれからソラは口を聞いてくれないし。コージくん、うわ、クロハ、どうかしたの？ほら、私ってソラと幼馴染でしょ。ソラとコージがずっと契約などが心配で。だけどソラもひどいわよね。コージが浮気なんてするわけないのに。クロハ、ありがとう。私でよかったら話聞こうか？そうだな、クロハはソラのことよく知ってるし、相談に乗ってくれると助かるよ。任せて、私もソラには幸せになってほしいもの。こうして私はコージくんの相談になることに。ごめんね、連日話を聞いてもらって。こんなことクロハにしか相談できなくて。いいのよ、コージったらここのところ毎日私のこと誘って。きっとソラのことを相談したいっていうのはただの口実。もう私に心は傾きかけてるはず。これは私にもやった春が来たのね。やっぱりこのままじゃダメだよね。コージにも言い分はあるだろうし、ちゃんと話し合わないとって。コージ、クロハ、何してるの二人っきりで。高校の次は私の友達と浮気？信じられない。そら違うんだよ。これはもう今度こそ本当に本当に知らねえ。違うってば、そら話を聞いて。どうして聞いてくれないんだよ。そらのことなんか、そらのことなんか大好きだよ。そら本当にごめん。無理やり頼まれたって言っても合コンに行ったのは事実だし、もっときちんと断るべきだった。なのに言い訳ばかりで俺ちゃんと謝らなくて。そらが不信感を持ってもしょうがないと思う。本当にごめん。コージ、クロハに話を聞いてもらって改めて分かったよ。俺にはソラが必要だって。うん、私の方こそごめんね。あんな怪しいアカウントを信じるなんてバカだったよ。はぁ、なんでそうなるのよ。もう許せない。こうなったら特大のリア充大爆発を起こしてやるんだから。なぁ、家がそんなに貧乏だなんて知らなかったよ。苦労してんだな。だからスマホ持ってなかったんだ。それ俺の今日の弁当の餅、よかったら食べて。おにゃー、ずっと隠してきたのに。はーい、君、貧乏のくせに私を差し置いて彼氏なんて作るからこうなるのよ。だけど分かったわ、誰がモナリザ高校の闇の運営者か。え、犯人は嘘書かれたよ。何それ最低。よくも嘘800書いてくれたわね。一体この落とし前どうしてくれんだ、クロハ。ごめんなさい。こうして私はモナリザ高校の闇を削除することに。え、モナターのつぶやき？違うんです、かすみさん。実はあの時お昼に柳くんとニンニクマシ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 ラーメンを食べていて、かすみさんたちに口が臭いと思われたくなくて逃げちゃったんです。ごめんなさい。ごめん。そうだったんだ。こうしていろいろな誤解は解け。コージー、ソラ、すごく似合ってるよ。ありがとう。これが手作りなんてすごいよ。へへへ、わー、花火すごく綺麗。ソラたちは夏祭りデートを楽しんだらしい。一方その頃、みんなが花火大会を楽しんでいる頃、私は一人部屋で引きこもっていた。別に寂しくなんか。その後信用をなくした私は残りの高校生活を一人寂しく過ごす羽目になった。そして卒業おめでとう。お前県外の大学だっけ。休みの間にみんなで集まろうぜ。何よそれ、お金がなくて
変えないって。もうしょうがないわね。この完璧美少女クロー様が半分こしてあげるわよ。クロはちょっとアルバム貸して。ソラ、それスマホ買ってもらったの。もう悪いことしちゃダメだからね。ソラごめんなさい。私みんなに仲いい男の子がいて寂しくね。わかったわかった、反省してくれたらもういいよ。今度はちゃんとしたクロハのアカウント教えてね。私はソラ、モナ高校に通う女子高生。1学期からクラスメートのコウジと美化委員になった。俺はコウジ、これは肥料。もちもち。今日は中庭に花壇を作ることになったので一緒に作業しているところ。コウジ、土はもう少しふかふかにしよう。通気性と排水性を良くしないと。花が強く育つようにと思って固めにしたんだけど。土はお花のベッドみたいなものなの。寝るときはふかふかのお布団にしてあげた方がいいでしょ。おやすや。あ、なるほど、ソラは優しいんだな。コウジには小さい子に説明するように言ってあげた方がいいな。それにしてもソラは手際がいいな。ああ、うちは母がガーデニング好きだから小さい頃から手伝ってたの。そのおかげで少しは慣れてるよ。ソラはお母さん思いなんだな。ふんふん。少女漫画のような煌めきに圧倒されてしまう。あ、コウジ、花びらには水がかからないように根元に水をあげてね。あ、ごめん。そんなに慌てなくても大丈夫だよ。あれ、コウジ顔が赤くない？ちょっと汗かいちゃって。お茶飲んで一旦落ち着こ。コウジ大丈夫？苦しい、陸にいながら溺れてしまう。大丈夫？なんかお疲れだね、コウジ。ありがとう。しっかり、やば。テストも近いし寝不足だよね。おい、コウジとソラのやつイチャイチャしてるぞ。本当だ、ヒューヒュー、お暑いね、お二人さん。いや、あいつら。コウラ、あっち行きなさい。まったく、ああいう風にからかわれるのって嫌。しまった、俺のせいで。ゴゴゴゴゴ。コウジ君は私が狙ってたのに。早く引き剥がさないと。あれ以来空を意識しすぎてうまく話せない。はあ、なんだよ物憂げにため息ついて。悩みなら聞くぞ。なんでもないよ。あいつらには気づかれないようにしないとすぐからかってくるし。コウジ君、ゴミ捨て手伝ってくれる？あ、うん。ねえコウジ君、最近空のことよく見てるけど、もしかして好きなの？なんでわかったんだ。同じ美化院で仲いいからさ。し、決めた。私コウジ君の恋路を応援してあげる。私恋愛経験豊富だから任せてよ。いいよそんなことしなくて。うんうん、コウジ君奥手だし私が手伝わないと全然進まないもの。まずは手始めに空には冷たい態度を取りなさい。そして私と仲良くするところを見せつけるの。どうしてそんなことを。分かってないわね。女同士は競争意識が激しいから人のものは欲しくなるのよ。嫉妬させてその気にさせないと。わあ、私もコウジと話したいよ。でもわざと冷たくするなんて空を傷つけることはできないよ。コウジ君のために言ってあげてるのに。せっかく応援してあげようと思ったのにひどいよ。ピエン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 。うわ、泣かないでよ。ピエンの歌歌わないでよ。お前入ったな。何喧嘩？大丈夫？何？どうした？それ以来コウジ、あのさ、明日の美化院だけど。ごめん、明日用事ができたから一人で行ってくれないか。そうなんだ、それは仕方ないね。クロハに泣かれて空を避けることになってしまった。コウジ君、何してるの？こっち来てよ。今行くよ。あれ、夕方。ソーラ、一緒に帰ろう。あれ、クロハの家ってこっちだっけ？ちょっと寄り道。ソラの方にも念のため根回し。ねえソラ、コウジ君と仲いいよね？どうかな、美化院は一緒だけど。そういえば私今コウジ君に恋愛相談されてるのよね。コウジ君、実は隣のクラスのヒサメが好きなんだって。そうなんだ。あれ、なんだろう、胸がピリッとする。ヒサメって美人でスタイルもいいもんね。狙ってる男子多いけど、コウジ君頑張るって言っててさ。コウジ頑張り屋さんだもんね。クロハからコウジの好きな人を聞かされて、私はなぜか胸の奥がズキズキするようになった。おはようコウジ君。おはようクロハ。ねえねえ、昨日空に好みのタイプを聞いてみたよ。空のタイプ？空って成績が良くて知的なタイプが好きなんだってさ。プロテイン飲んでて、筋肉隆々で、名前がコで始まる男。俺まあ生理的に無理って言ってたよ。そうなんだ。残念だけどコウジ君脈なくない？無理じゃない？さすがの私も空にコウジ君をお勧めできなかったわ。そんな、俺って空のド圏外じゃん。だから空のことは忘れて、もっと身近な子を見てみたら。黒髪ロングで釣り目で名前にクロって入ってる
ることか。おい、もしもし。生理的に無理、脈なし、度圏外。おい、こいつ大丈夫か。そんなにテストひどかったのか。ブギギ、あれからどんなにアピっても見向きもされない。コージくんねってば。ゴン、いて。コージ元気ないな、どうしたんだろう。中庭、お花は癒されるな。よし、ご褒美をあげるからな。あれ、コージ今日は美化院休むんじゃ。あ、今日予定なくなってさ。ちょっとストップ、肥料やりすぎだよ。肥料が多いと枯れちゃうことがあるんだよ。ごめん、どうしよう。大丈夫大丈夫、こうやって水でなるべく流してあげれば OK だよ。ありがとう、ソラ。俺って足引っ張ってばかりだな。そんなことないよ、コージはいつもお花のこと可愛がってくれてるもん。コージがとっても優しいこと私よく知ってるよ。ソラ、やっぱり俺ソラのこと好きだ。せっかく妨害工作したのに、あれからまたコージくんとソラがいい感じになってきてる。何か仲違いさせる方法ないかな。ウェーイ、はい、コージの一人負け。3回連続負けなんて。ということで罰ゲームはコージに決まり。じゃあ罰ゲームはソラに告白。なんだよその罰ゲーム。罰ゲームは絶対だからな。こないだ俺が負けた時はお昼おごっただろ。スースー。でもキャッハー、いいこと聞いちゃった。天が私に味方してる。どうしたのコージ、屋上に呼び出して。そソラ、そのお俺ソラのことが好きで、付き合ってほしい。言えた。コージは下目のことが好きだってクロハが。でも私は私でよければ。てってれー、クロハ。残念、ドッキリでした。コージくんは罰ゲームで仕方なくソラに告白したんです。ちゃんちゃん、エンジとテズにトランプで負けたから罰ゲームで嘘の告白することになったのよね。私この耳でしかと聞いたもの。罰ゲーム、嘘。もう待てよ、後悔だ。コージくんってば罰ゲーム告白するなんてお茶目な人なのね。知らなかった。そもそもソラみたいな魅力のない女をコージくんが本気で好きになるはずないもんね。納得。そんな罰ゲーム告白なんて YouTube の広告みたいなこと。ひどいよコージ。違うんだソラ、これには訳が。もう何も聞きたくないよ。やだ大変。もうキュキュ。ソラ待って。ちょっと待った、スライディングボケだ。なになに、何をあんたたち見物してたの。ソラ、コージは悪くないんだ。あなたたちがコージに無理強いしたんでしょ。そうだよ、俺たちコージがソラを好きなことずっと前から知ってたんだ。でもコージがなかなか行動を起こさないから見ててもどかしくて、だからきっかけを作るつもりで罰ゲームを装った告白を提案したんだよ。もちゃん、なあコージ、お前ソラのこと好きなんだろ。なんでわかったんだよ。バレバレだってな。それにソラもお前のこと気になってると思うぜ。これを機に告白したらどうなんだって話さ。罰ゲームじゃなくてさ、俺たちが背中を押してやるから勇気出して告白しろよ。応援してっからさ。二人とも、エンジとテツは悪くない。悪いのは誤解させた俺一人だ。でも本気の告白だなんて信じられない。そうよ、罰ゲームは罰ゲームでしょうが。エンジどうしよう、俺たちのせいで。ぜーつ腹をくくるぞ。かくなる上は責任を取る。うわー、やめてやめて。わかったよ三人とも。その信じてあげられなくてごめんね。前にクロハがコージはヒサメのことが好きだって言ってたから。それはクロハの嘘だよ。誤解させてソラのこと傷つけて本当にごめん。エンジとテツが応援してくれるまで告白に踏み切れなかった臆病な自分が恥ずかしい。ソラ、改めて言わせてくれ。俺が好きなのはソラだけだ。私もだよ。すっごく嬉しい。ソラ、花が咲いた。そんな。うわー、よかった。一時はどうなるかと思った。おめでとうコージ、ソラ。おめでとう。その後教室に戻ったら、おめでとう。教室まで告白聞こえてきたわよ。やっとか、いつ付き合うのかやきもきしてたよ。コージくん絶対だ。クラス中に告白が知れ渡ってる。恥ずかしい。こんなとこまで花咲いてる。この一件で私たちは開き直り、クラスでも堂々と振る舞えるようになった。コージ、お昼ご飯食べよう。ああ、今日のお弁当は手作りハンバーグだよ。コージの分もあるからね。わあ、美味しそう。俺のプロテインも分けてあげるよ。それはいらない。何よバカップルか。まあまあクロハ、お前黙ってりゃ美人なんだからすぐ彼氏できるって。そう、黙ってりゃね、黙ってりゃ。俺はお前みたいな面白い女嫌いじゃねえよ。あんたたち慰めるのかけなすのかどっちかにしなさいよ。男紹介しなさい。筋肉リュウリュウじゃなくて名前にコマウマでもついてない男いっぱいいるよ。カッパ公園の花壇が綺麗になったんだって。花壇作りの参考に放課後行ってみないか。うわ、行く行く。美化院パワーすごいわね。こんなに花が、少女漫画みたい。私たちの一学期は始まったばかり。